皆さんこんばんは、農場桃子です、えー。毎日夜午後7時から放送しているポリタス TV、えー。今日の放送は来週の土曜日の午後7時までは無料でご覧いただけます。それ以降はポリタス TV の YouTube メンバーシップにご登録ください。いつでも好きな時に過去の番組が見放題になります。また、こちらの2つの上位プランもご用意していまして、えー、こちらにアップグレードいただくと上、上位プラン向けの限定動画も見られます。 皆様、ぜひとご登録、アップグレードいただき、番組継続のためのご協力をいただければと思っています。さて、本日のテーマですが、本日はイスラエルで、イスラエルがしている、現在パレスチナで起きている虐殺についてです。えー、ゲストは、えー、お二人お呼びしています。宮、え、本、ー、さん、千ズさん、よろしくお願,しお願いします。よろしくお願いします。えー、お二人は、あの、 今起きているパレスチナでのことに対してすごく積極的にあの活動されていて、あのいつも私もこう見させてもらって、参加できるときは署名したりでも行ったりしてるんですけど、あのお二人の話を聞きながら、なんかこう自分たちにできることを考えたいなとも思っていますし、そして明日2月18日はラファに手を出すな全国連帯デモということで、全国同時アクションも企画されているので、そのお話もお伺いしたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 お願いします。じゃあちょっとまず最初、自己紹介からお願いしたいなと思います。まず、源夏樹さん、お願いします。よろしくお願いします。えっと、パレシナを生きる人々を思う学生、若者有志の会の源なつきです。今日はよろしくお願いします。お願いします。えっと、源さんは以前一度ポリタツに出られてますかね。あ、そうですね。出させていただきました。その時はあの、ジェンダー平等の話 あそうですね、前はあの2021年に起きたフェミサイドについてお話ししました。そうですよね、で、今はあの、まあ、いろんなあの、まあ、ご感染につながっている部分もあると思うんですけど、まあ、すごくあのガザでのことについて発信されているのでこの、ちょっと今日詳しくその話も聞きたいなと思っています。でもう一方、チーズさんですすチチーーズズさんもよろしししくお願いしまま、はい、と申します。 デコロナイズリクルートメントというアクションをしています。大学3年生です。よろしくお願いいたします。お願いします。チーズさんは就活生っていう立場で、あのこのデコロナイズリクルートメントという団体グループを作ったんですかね。そうですね。まず自分がえっと就活生としてみんなであの声を上げませんかという声かけをして。 で、賛同してくれる人たちが集まって、で、えっ、ー、と、一緒にやっていっているような感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとお二人がそれぞれやられている。あのグループだったり、団体のこと。アクションのことはこの後、聞いていきたいんですけど、先に、あの見ている方の中にも。まあ、もう十月から。すごく、あの、まあ、ずっと続いてきていることではあるけれども、あの、本当に。 毎日のようにこう死者数が増えていくっていうことに対してすごくこう苦しい思いをしながら何ができるのかなって考えながら動いている人たちもいると思いますし逆になんかニュースでは見るけどそこまでまだ詳しくないんだっていう人までいるのかなと思うのでちょっとあの先に今ガザで起きていることについて教えてもらってそこからアクションの話に移りたいと思いますじゃあまずあの源さんに少しあの今ガザで起きていることについて。 教えてなんかすみません、ざっくり聞いちゃうんですけど、うまく説明できるか分かんないんですけど、えっと、今起きていることは、あの10月7日に一応今、続いている攻撃が始まったと言われているんですけど、の問題の根源は10月7日ではなくて、えっと、1948年、あるいはそれよりもっと前から始まっている植民地主義の問題です。 えっと、1948年にもともとアラブ系の,あのパレスチナ人という人たちが住んでいたところにイスラエルが建国されてでパレスチナ人を追放したり虐殺するような形でイスラエルが建国されましたそれをパレスチナ人の人はナくバ大惨事というふうに言っていますで、えっと、ガザっていうところはそのなくばの時に追い出され他の村とかもともといた ところから追い出さガザンの方に逃げてきたパレスチナ人の人たちが本当に多く住んでいる、でそれがあの何世代も住んでいるようなところです。で、えっと、今起こっていることは戦争というふうに表現されることが結構あるんですけど、これはあの全然一国と一国の戦いとかでは全くなくて。えっと 植民地主義の占領している側と占領されている側っていうものすごく非対称な関係の中で本当に力を持っているこのイスラエルは世界でトップクラスの軍を持っている国なんですけどそのものすごく強い国がものすごく強いアメリカの,あの力を借りて 何も力を持っていない、軍隊さえ持っていない人たち、民間人を本当に虐殺しているっていう状況が、もうこの4ヶ月ずっと続いているというような状態です。で、これはあの、こういう虐殺は今年とか10月から始まった、それだけが起こってきたわけではなくて、もっと前から2000年代とか2008年から9年、 にも大きな虐殺がありましたした2012年とか14年とか18年19年には期間の大行進というのがありましたけど2021年とか22年にもそういうことがずっと続いていて空爆とかが繰り返されていて今結構住宅が壊れたり壊されたりしてるんですけどももともと2000年代とかからガザは それよりもっと前からですね。もう、イスラエルの攻撃で、もう瓦礫の山みたいな状態が、もうずっと続いてる。瓦礫がずっと残ってるとか、もうずっと前の攻撃で、親が死んだ人が、今回の攻撃で本人も亡くなっちゃったっていうケースとか、もうかなりあります。でそうですね。本当に、その非対称な関係の中で、もう、 大虐殺が行われていて、もう一日何百人死んだりとか、多い時は1000人ぐらい亡くなっているような状況を、今本当に SNS でタイムラインで流れてくるような状況がずっと続いています。本当にこれはジェノサイドだというふうにあの言われていて、実際に国際司法裁判所に南アフリカがイスラエルを提訴していて、そのケースが今、 審議されているところです。ざっくり言うとこんな感じだと思います。すみません、長くなりました。ありがとうございます。そうですよね。なんか今お話しあったように、やっぱりその10月にあのハマスのその攻撃によって今回のことが始まったっていう風にまあ、捉えるような説明が多くされていて、であとやっぱりイスラエルの方が私たちが多分普段目にしている 情報の中で、まあ、すごくイスラエル政府が発した情報をのみをこう事実のようにあのプロパガンダ的にこう流れてくる、まあ、それは多分イスラエル政府がすごく上手にやっているというところもあると思うし、私たちの情報圏が、まあ、アメリカだったりとかあのヨーロッパとの方が近いというのもあるのかなと思うんですけど、なんで、その、なんだろうな、こう見方、いつから始まったかというところを考えるところからも、なん,かそのなんだろうな、うん、すごくそのイスラエルが。 私たちそう思わせたいっていうところまあ締め付いてるっていうところもあるのかなっていうふうに改めて思いますありがとうございますであのまあその今ガザの話してくれてもう多分ねず,ずっと数ヶ月この事態がこう深刻になって見てると思うんでまあ多くの人はもしかしたら知ってるかもしれないんですけど改めてちょっとだけガザのことを補足すると今ガザのその パレスチ前の中の,、まあ、その一部がガ,ザってガザ地区っていうところがあってそうさっき言ったように波の,の人たちもすごく多い払われた人たちが住んでいて、まあ、200万人くらいあのすごい狭い土地にそ、まあ、住んでいますと。でそのガザの人たちはそのイスラエルの許可がないと,と外に出られなくてそのずっと。あの えっと、天井のない監獄っていう風にまあ呼ばれていてそもそもずっと住めるような状況じゃなかったところにもうそこの我慢の限界だっていうところもまあ,ありつつっていうまあ経緯がそもそもまあ,あったっていうのもそうですし200万人の中ですでにこの10月からで数えてもう今ちょっとアルジャジーラの,あの、えっと、最新の数値でサイトに載ってるのでいうと200万人住んでいるところの2万8,340人がが もうすでに亡くなって殺されていてでその中の1万2千人が子供っていう風にまあなっているっていうところで200万人のところのもう死者の数字だけではないんですけど、まあ、なんかこうなんだろうなちょっとありえない数のまあことが起きてるからそのなんだろうな今までもずっとあったことなんだけどだからなんかそこにまあこう あんまり目を向けてこなかった自分を責める気持ちにもなるしでも同時に今起きていることが本当にやばいことっていうかだからまあちょっとみんなで考えたいなっていうところとあったりするのかなと思います。 でもあの説明しててくれてありがとうございますなんか、チーズさんは、今の話の中で、これはみんなに知っといてほしいなっていうあの補足があれば、それでもいいですし、そもそもなんか、どうして、あのその就活生っていう立場で、でもこれはやっぱり企業に対して言わなきゃいけないっていうところもあって、活動されてると思うんですけど、この問題に関心を持つようになったのかとか、ちょっと聞いてもいいですか。そうですね、まず自分の関心を持つようになったとか、行動を振るきっかけについてなんですけど、 自分はまず大学で植民地主義とかフェミニズムと,あと文化とか芸術とかそういうものの関わりについて勉強していたんですけれどもで、えーと、そういう中でそのコロポストコロニアルな視点とかを、えー、一応勉強はしていたけれどその10月以降のことがあってから なんかニュースとかで流れてくるものはあっても、なんかうまくそういう視点と結びつけて、しばらく考えられていなかったっていうのがあって。でもその中で、聖子さん、源さんだったりとか、いろんなアクティビストの方々が、これは本当にあの植民地主義とかレイシズムが根幹にある問題なんだっていうことをずっとおっしゃっていて、本当に全ての人が解放されるまでは、 みんな自由ではないからみんなで立ち上がらないといけない問題なんだっていうことをいろんな方がすごく声を上げられていてなのでそこでやっと自分も自分にめちゃくちゃ関係ある問題なんだっていうことをしてこれは本当にまずいことが起きてる許していちゃいけないことが起きてるし本当に自分からも声を上げないといけないっていうふうに思うようになりました。 で、えっ、ー、と、就活生としてのアクションについてなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、後でお話あるかもしれませんけれども、やっぱり、えっ、ー、と、日本の企業と、えっ、ー、と、イスラエルの、えっ、ー、と、虐殺っていうのが結構もう本当に直接的に結びついているっていうことを知って、で、自分はちょうど就職活動について、えっ、ー、と、進行していたのもあって、 自分が入るかもしれない企業とか自分とか他の人が死亡している企業が虐殺とか人権侵害に加担するとか支援するようなことがあっていいのかとか自分が入った会社がそういうことをしているって入った後に知ったらすごい。 苦しい思いをする人もいるんじゃないかっていうふうに思って今自分が就職活動とかに関わる立場として企業に脳を突きつけていかないといけないんじゃないかなという,いいいいというのを思ったっていうのがきっかけです。わかりましたありがとうございます。であのちょっと今日この後あのあ まあ、一緒に話していきたい本当その伊藤忠だったりとかに対してのアクションっていうのはなんかこう、まあ、今までもなんだろうなみんなまあちょっと見ないふりしてきたとか。 まあ、あとはあんまり知らなかったっていうところまで含めてでもなんかその就活生に嫌われたくない企業が多い中でなんかそこをうまく本当にあの使ってというかその立場だから言えることあのでそれで学生の感なんかこう共感が広がったっていうところも含めてあのもう一度やって聞きたいなと思いますありがとうございます。源さんはあの、まあ、今そのパレスチナを生生きる人々をも学生有 学生若者有志の会ということでやられてますけど活動のまあ内容とどうしてこういうことを始めるようになったのかというところをまず教えてもらってもいいですか。あそうですね、えっと、パレスチナを生きる人々を学生若者有志の会思う会って呼んでるんですけど思う、えっと、会は、えっと、10月16日のイスラエル大使館前のデモであの学生の人たちが3人で集まっあの出会って えっと、デモに若者が少ないっていう問題意識このパレスチナのことに声を上げる若者が全然少ないっていうことに問題意識を持ってそこから活動を始めた会です。で10月18日のアメリカ大使館前のデモとかでもあの仲間を集めてでもその1週間後ぐらいに10月23日に早稲田大学で岡回り先生という研究者の方を お招きして、ガザを知る人間の恥としてのっていう緊急セミナーを行いました。で、その,あのグループっていう感じですね。で、その後も、えっとも11月に渋谷で大きなデモをやったりとか、12月に、えっと、全日パレスチナ人の人たちとともにガザと西岸に対する即時攻撃停止を求める記者会見っていうのをやったりとか、で、その後私たちがやったあの伊藤忠のキャンペーン も始めまましたって感じですありがとうございます今お話しされてたようにあの私自身は本当恥ずかしいことに全然あのなんだろうな最初知らなくてなんか世界史とかではやってたんだろうけど本当になんかにのなんだろう,うんまあほんどっちもどっちじゃないけどその両方が納得なんだろうな平和になればいいなってざっくり思ってたんですよ。で、ね、どうしたらいいんだろうっていうところであのその「う会」の皆さんが開いて。 くださっ,たさっきあった早稲田大学でのあの講義。 ちょっと勉強しないとなんかわからないなっていうところで現地に行ってそこでやっぱりすごいその岡り先生のお話聞いてあそっかって本当に何も知らなかったなって思って本を読み始めたりとかあとはその動画をあのなんかいろんな人に送りつけたりとかしてだんだん周りの人たちも関心持つようになったりとか一緒に話にすごく出るようになったのでなんかこう本当に若い人たちの中での関心を最初に広めて。 もちろん、ね、あの10月に講義したときには、もしかしたらもうなんかいつ止まるかわからないけどじゃないけど、まさかまあ2月になっても続いているほど長くなるなんてちょっと想像してなかった面もあるけど、今もその岡先生の,あのお話は YouTube で見れますもんね。あそうです、ね。無料<え>公開されています。無料公開されてるんで、それもぜひまだ見てない人いたら見てほしいし、あと本,も出すな本にも書籍。 研究出版でされてるんで、でもね、なんか下見,見たい人は見てもらえればいいのかなというふうに思いました。じゃあちょっと、あの、まあでもここから、えっと、お話を聞いていきたいなってその具体的なアクションの話。で、まあ、えっと、明日2月18日に大きなデモをやるっていう話は最後にちょっと説明してもらうとして、やっぱり私は、あの、伊藤忠に向けて皆さんがやってた活動が、なんかこう、 希望が持てる話ではこのテーマはないけど、でもやっぱり声を上げたらちゃんと届くし変わるっていうところをあの本当思わせてもらったんで、ちょっとその話を聞いていきたいなと思うんですけど、そもそもその伊藤忠、またエアークラフトサプライに向けたアクションっていうのは、えっと、立て付けとしてはパレスチナ、その思う会の皆さんとデコロナイト・リクルートメントは共同したみたいな感じなんですか、ちょっとそこからまず聞きたいなと思います。そうですね、えっと、先に あの思う会の名前でキャンペーンを立ち上げてでいろいろやってたらチーズさんから連絡をいただいて就活生でこういうことをやりたいんですっていう相談を受けましてでそこからあの本当にチーズさんがもうすごく頑張ってやってくれてるみたいな感じですなるほど分かりましたじゃあまず最初にその立ち上げた思う会の,あの活動の話から聞いていきたいんですけどそもそもこの,あの伊藤忠 だったりエアクラフトサプライが、まあ、どういう問題がそのあったのかというところから聞いてもいいですか分かりました。ですね、あの伊藤忠商事の100%子会社の伊藤忠アビエーションという商社があるんですけどそこと日本エアクラフトサプライという会社があのエルビットシステムズというイスラエルの最大手の軍事企業と協力覚書を結んでいたという問題があって。 それに対して声を上げていました。このエルビットシステムズっていうのが本当にやばい会社というか、今まさにガザで使われているドローン、殺人するためのドローンとかをずっと作っているような会社です。で本当に今ガザで、ガザの空にブーンっていう音がずっと流れていて、本当に眠れないんだっていうような パレシナ人たちの動画とかが SNS で上がってるんですけど、そういうドローを作ってるような会社です。で、まあそこが、あの、もうずっと、えっと、国際的な非難の対象になっていて、shut エル e ッ l ダ i t Down っていうキャンペーンが、あの、呼びかけられていて、もう、エルビットを、あの、閉鎖しろっていう、 運動があってそれの何ていうか日本版みたいな文脈で始めました。で、あの、やっぱエルビットシステムズ、そのパレスチナ人の虐殺で、えっと、武器を開発して、それを世界に売りさばいているのは会社なので、実践で証明済みって言っているんですけど、これは本当にパレスチナ人を実験台にして武器開発しているっていうことで、本当に 戦争犯罪、国際法違反、人権侵害をやっているところ。なのに、それに対して日本企業が協力覚書を結んでしまっているっていう状況が、本当に危ないなと思って、えっと、このキャンペーンを始めました。 ありがとうございますいや本当そうなんですよ、ね、そのエルビットシステムズっていうその会社がなんかあのどういうふうに物を売ってるかその武器を売ってるのかっていうところ今おっしゃってたその実践で証明済みっていう本当なんかこうなんだろうあのキャンペーンうまくそのデザイン入れて作っててでもなんかそれって本当なんかこう人を殺して上手に殺せますよって。 そのそれを証明にしていてでそこにその日本のまあ税金防衛費だったとしたら日本の税金だったりとかそういう自分たちのお金が流れる可能性がこう出てくるのかって思ったら本当に恐ろしいなっていうふうにあの思ったしまあ、実際他の会社を通じてはもう流れてはいると思うんですけどあのなんだろうな,なんかそこを止めなきゃいけないけどところでなので。 えっとまず一番最初にゴールに設定したところとしては、そのエルビットシステムズというイスラエル最大の軍事企業との協力覚書きを伊藤中のそのアビエーション、伊藤忠アビエーションだったりとか、エアークラフトサプライに破棄させるっていうことを目的にアクションしたということであってますか。はい、そうです。破棄させるためにまずどういうアクションをしたのかっていうのを、いろいろやられてたと思うんですけど,なんかこうどういう、まず何をしようっていうところでどう進んでたかってのを聞いてもいいですかあそうですね。まず、あの、<laughs> change.org っていうキャンペーンサイトで、この署名を立ち上げて、もうとにかく署名を広めてもらうっていうのをやりつつ、もう伊藤忠本社前でデモをやって、えー、っと、あとあの、チーズさんがリコラダイスリプルートメントをやってくれたので、就活生の人たちの中で、そのやっぱり伊藤忠は人気企業、 なので6年連続に人,人気企業ランキング1位みたいな企業なので、もうそういうところの、なんかレピュテーションリスクみたいなところから、えっと、あの狙っていくみたいな感じの戦略を取りました。 ありがとうございます。具体的に、まずまあ署名を集められていたということで、反響はどうですか結構すぐ広まっていっぱい署名集まったっていう感覚でしたかあそうですね。えっと、最初はまあ結構バーって集まりつつ、でもやっぱりみんな、そのエルビットシステムズってなんだみたいな感じになるかなと思ったので、思う会が主催で、 えっと、武器取引に詳しい、えっと、ナジャットの杉原さんっていう方と、BDS ジャパンブリティっていう、BDS 運動の掲示板のような、えっと、ところをやっているグループのユーリさんっていう方を招いて、オンライン講演会をして、それを YouTube に上げたりして、で、みんなこういう問題があるから署名してくださいみたいな感じで、あの、広めていきました。 そうですよね、で最終的には3万3000筆以上、3万3843人の賛同者になったっていうところであの、うん。あれですかね。で、署名がある程度集まったところで、一旦提出しに行ったっていう感じだったんですかね。そうですね。えっと、12月21日に始めて、1月、えっと、15日に提出して、で18日までに、 署名への回答がない場合は、ボイコットキャンペーン始めますよというふうに、の署名にそもそも書いて始めました。で、1月15日の時点では、1万5000人弱ぐらいで集まりました。で、その後記者会見をしたりして、えっと、やりました。でも、あの、その時は、伊藤中と伊藤中アビエーションの人は、 あの署名を受け取りに出てこなくて、日本エアクラフトサプライは出てきたんですけど、なんかセキュリティ上の理由で、あの直接は受け取れませんみたいな感じに <laughs> 言われたんですけどで、結局、その3社とも18日までに回答署名への回答がなかったので、BDS ジャパンブリーティンと協力して、ボイコットの呼びかけを開始しました。うん そうですよねで具体的にあのやっぱりそこでボイコットキャンペーンだったりとかを張ってなんかこう企業に対してはこのままこれを無視し続けてたら自分たちの,そのレピュテーションだったりとかビジネスに悪影響が出るって思わせられたっていう面はすごく大きいんじゃないかなっていうふうに思うんですけどあの具体的にそのどういうボイコットだったりこうプロテストやったのかっていうところで。 やっぱり私はその就活あの、まあ、その本社前とかあとはいろんな支社前であのデモをしていたっていうのもあるのかなと思うんですけど就活生たちがこう就,、まあ、就活生に向けてアクションをしていくというところがすごく印象的だったんですけどあのそこはチーズさんたちがやられてたんですかね、就活生周りもしよかったらなんかどういう活動をしていたのかチーズさん教えててももらっいいいですかあ,ありがとうございます。 まず、えーと、その署名の、えー、と第一実定出日に、えー、と向けて、あの、源さんだったりとか、萌え会さんが、あの、もっと署名の賛同数をプッシュしていこうっていうふうに動かれていたのを見て、なんか自分もでき、自分の立場からできることないかなと思って考えた、えー、ときに、就活とか、えっ、ー、と、25卒、 2025年卒業みたいな、えーと、そういうハッシュタグが SNS であって、うん、というのってあの就活生に向けた情報発信とか、就活生自身も使っていたり、そういうものなので、それを乗っ取る形で、えーと、この署名とか、あとは伊藤忠が就職人気企業1位だけれども、すごくあの逆,逆算に加担しているっていうことを。 あの、知らせようっていうふうに思って、就活ハッシュタグでもみたいなものを呼びかけました。うんうん、で、うでね、えっと、そうですね。で、それで、なんかいろんな方にすごく参加していただいて、それこそ現役で学生だったり、就活これから取り組もうとしている人たちだったりとか、まあ、今まで就活に関わってきた人とか、いろんな方が 参加ししてくださいましたであとは自分も就活生として、もうかいさんの書名の方に賛同コメントをさせていただいたりとか、あとは伊藤忠前の提出日のデモとか、ボイコットプロテストでもスピーチをさせていただきました。でそれに加えて、えー、と伊藤忠商事が参加する、えー 就職の就職活動のイベントですね。これに対しても、えっ、ー、と、思うかえさんたちと一緒にデモを企画しました。そうですね。ありがとうございます。なんかあの、その週、週えっとして、就活エキスポみたいな、なんかこう、たくさんの企業が集まる説明会の、あれは出入り口 のところですかねであの「伊藤忠には就職あのしないでください」じゃないけど「知ってください」ってことをアピールされてたのがうん印象的だったんですけどそのやっぱりあこれは企業側としてはすごく嫌だろうなというか。 あの意味があちゃんと届くアクションだなというふうに、うん、あの思ったんですけど、なんかやっていての反応とかどうでした、就活生かからとかそうですね、そのデモの当日に、自分と同じ学年で、今、就職活動をする学年っていう人が一緒に加わってくれて、25卒の大学生ですっていうプラカードを持って、一緒にあのめっちゃ参加してくれたり、声を上げたりとかしてくれて、すごく心強かったです。 そうですよねだからそれはなんかすごい目引くなっていうふうに思いましたあの一連の活動を水本さんもずっと企画されて一緒にやってきたと思うんですけどなんかこう活動んやってみてなんだろうやっている中でこう反応だったりとかあのどうでしたかその就活生とかからの反応とかもありましたかあそうですねすごいやっぱ学生の皆さんが結構手伝ってくれてもう本当ガンガン声を上げてくれたのでなんか。 すごい自分の知らないところでも伊藤忠はこういうことやってますみたいなシートを作ってそれを SNS で広めてくれてる人がいたりとかこの製品はあの伊藤忠が取り扱ってる商品だからこういうこと対象になってますよみたいなのをまとめてくれてる人がいたりとかえっと伊藤忠とか伊藤忠アビエーションとか 日本エアクラフトサプライに直接会社に問い合わせフォームに記入して送ろうみたいなアクションを呼びかけてくれる人がいたりとかあとはあのカナダの支社に直接行って要望書提出してみたいな行動をしてくれたカナダのチームがいてそれもあの自発的にやってくれて結構そういうふうにあのあとマレーシアでも結構この ボイコットファミマに対するボイコットは結構聞いたらしいんですけど国際的にそういうふうに動いてくれる人がいたりとかしたんで本当に最初はそういうふうに私たちはそういうふうになると思って始めたわけじゃないけどもうどんどんその波が広がって実際に外からもプレッシャーかけてくれたおかげでやっぱり途中は手を切るみたいな判断になったのかなと思います。本当そのなんか 全部を最初に設計してるわけじゃないけど、みんながこれを変えるためには、その破棄するって言わせるためには何をしたらいいんだっていうところで、それこそなんか私の周りとかも、そのファミリーマートは、まあその伊藤忠の傘下にあって、でもファミリーマートそれぞれ個人で経営してる人たちにダメージが行きすぎると、やっぱりそこもだいぶ大変だから、ファミマルは買っちゃダメだよってなんかファミリー、そのプライベートブランドの方のファミマルはボイコットしようっていうのが流れてきて、なんか、 あの事務所の一番近くがファミリーマートだったんですけどなんかあのそう「ここはダメだよね」みたいな会話がなんかこういろんな誰かがこうすごいなんだろうな、うん、でもみんなが当たり前のようにそういう情報が私の周りはすごい長いていたのでほんといろんなところでいろんな人たちのこう発信があったおかげなのかなっていうふうにあの思っています。で今ちょっと触れてましたけど結局それでまあどういう結果になったのかっていうところでちょっと実験室だったとかなんかどういう。 えっとあれでしたかねそ,のなんだろう、まあ、そういうふうにだから一度署名を持ってった時にあじゃあやめますとはなってなくてその後あの報道で知った感じですかその2つともあの求めていた通り、ありえっと日本あ伊藤忠側も日本やクラフトサプライ側も、まあ、MOU を破棄するっていうことに一応発表なったと思うんですけどどういうふうに、まあ、知ってなんかこうとかありますか あそうですね。ほんとびっくりしたんですけど、なんか2月5日に、あの、決算記者会見で伊藤忠が、多分記者の方に質問されてたと思うんですけど、あの、エルビットシステムズとの協力覚え書きどうするんですかみたいなに対して、あの、2月中をめどに終了しますっていうふうに言って、で、私たちも報道でして、マジか <laughs> と思って、あの、あ、本当に手を 切で、そのだと、あれ、次は日本エアークラフトサプライターって言って、その週のうちに金曜日に日本エアークラフトサプライ前、会社の前に行って、120人ぐらいですかね、集まってデモをしたんですけど、でそのデモをした直後に、でも解散してすぐ、日本エアークラフトサプライも MOU 破棄しますっていう報道が出て。 あどっちも手を切ったんだっていう感じでした。そうですよね。なんか私もあの自実心かなが一番最初に、うん、その伊東伊東中アビエーションがなんか2月メドで切るってあって、でもなんかその報道にはこういうその市民からのプロテストがあったからとはもち言わないもちろん。 だけどでも本当にそうかって思って本当になんかこう皆さんが動いてくれたおかげなんじゃないかなというふうにあの思ったりしましたがどうでしょう今回まあそのこれで絶対活動が悪いってことではないと思うんですけど一旦その最初に掲げたゴールがこうちゃんと達成されたでしかもやっぱりその動きがある中でいろんな人たちが賛同してどんどんみんなが自分で考えるようになって動く人が増えてきてるっていうところはあると思うんですけど。 なんかこの一連の伊藤中、アビエーションだったりとか、あと日本エアークラフトサプラインに向けた活動をしながら、なんかこう感じたこととか、なんか学んだこととかあれば聞きたいなっていうふうに思うんですけど、まず、じゃあ、源さんはいかがでしたでしょうかあ。そうですね、本当に市民には力がある、私たちには力があって、世界を変えることができるっていうのを実感しました。であの なんか伊藤忠は、まあ、その市民の力だみたいなことは、えまあ言わ,言わないだろうけど、それは私たちに力だっていうことは明らかじゃないですか。もし何も突っ込みを入れなかったら、もう知らん顔して、市の証人と手をつなぎ続けていただろうし、そういうふうにレピュテーションリスクを考えることもなかっただろうし、さらになんか伊藤忠、 が、スポンサーをしているフェムテックイベントっていうのがあって、なんか、そんなことをしている、エルビットシステムズと手を切っているような、あ手を結んでいるような会社が、女性のウェルネスについて語るなっていうふうに、すごく抗議をして、ガザンの女性たちがめちゃくちゃ殺されたりとか、生理用品がなかったりとか、あの 帝王切開を麻酔なしでやったりとかっていう中で、そんなフェメテックみたいな、なんか SDGs ウォッシュみたいなことをしてる状況とかに対して声を上げたりしてたんですけど、なんかそういうところに対して、やっぱり市民が声を上げるからこそ、そのスポンサーも結局依存中は降りたんですけど、やっぱり何も言わなかったら、沈黙していたら、もう ありえないことを平然でや平然とやったりするけど、やっぱり声を上げたらこういう風にあの変わったりとかするっていう実感しました。うん、うんうんありがとうございます。チーズさんはいかがでしたか？本当に井本さんの言う通り自分たちには力があるんだっていうことを思わされました。なんか自分の大学の同級生とか友達とフレステナの ことだったりとか政治のことについて話しているときになんか結局でも自分たちにはできることはないんじゃないかみたいなふうに言う人がもう本当に結構多くてで自分はなんかでも絶対そんなことないしやることに本当に絶対意味があるよなと思っていて、まあ、ちょっと あの心細くなりながらもやっていたところだったんですけれども実際にこうやってあのしっかりとあの成果が出て効果がある一つ一つが本当に効果がある運動だったっていうのが分かってなんかやっぱりなんかできないんじゃないかみたいな,なんかすごい無力感みたいなものになんか自分と特に同世代の人たちってなんかこう思わされてると思うんですけどなんか本当になんか ずっとそれって思い込んでたというか社会の方から思い込まされてきただけで実際に声を上げたり行動すれば絶対に変えられることがあるっていうのをあのすごく成功体験として得られたのでもうこれ,をこれをバネにもっともっとあのさ,さらに先へ進んでいけたらなというふうに思っています。 あもう一つ言いたいことがあってあの、この勝利は勝利なんですけど、なんか日本企業があの虐殺に加担していることを日本の市民が止めるっていうのは、結構当たり前というか、最低ラインのことだとは思っていて、日本の市民というか、あの日本の消費者、そ実際に移動中の製品、 が使っている製品とか、ファミリーマートのファミマルのものを買ったりとかすることによって、移動中に利益がいって、それが、あの、武器の開発に使われたりとか、そういうことを考えると、やっぱり消費者としての責任みたいなところがものすごくあると思っていて、日本の企業がそういうことをしているときに声を上げるっていうのは、本当は当たり前のことだとは思っています。で、あの、 全然伊藤中だけの話ではないんですよね。実は、の日本エアークラフトサプライはエルビットとは手を切ったけれども、他のイスラエルの軍事企業とまだまだあの実際に技術提携をして、おそらく栃木県にある工場でその技術を使って武器を作ってるんじゃないかというふうにあの思うんですけど、で、そういうふうにまだまだイスラエル がパレシナ人を殺すことによって得た技術とかを買っている日本企業はまだまだたくさんあるっていうところを本当にこれからもっともっとあのこれそれこそ BDS ですけど BDS 運動としてもっともっとやっていかなきゃいけないしであの伊藤家が手を引いたっていうところは個人レベルのボイコットと 企業レベルのダイベストメントが成功したっていうことなので次は BDS の BD があのできたから次はサンクションの国家レベルの制裁をするっていうところまで持っていけたらいいなというふうに思ってます。ありがとうございます。えっと 今のお話のようになんかその意図中と向き合う中であここはできるんだなっていうところとあとやっぱり日本政府がやらなきゃいけないことっていうところとなんかどんどんまあその見えてる部分もあると思うんですけど活動しながら私がちょっと聞いてみたいなって思ったことがなんかその日本のまあ政治とあとメディアについて活動しながらなんかいや私はなんか正直やっぱりすごいマスメディアまあマスだけじゃなくてウェブメディアもそうかもしれないけど本当にこの なんかもういう破棄が発表されたら結構いろんなところに書かれてたけど活動してる間は全然取り上げられないっていうかなんかなんだろう優先順位が上がらないっていう話なのか誰かがこうなんか忖度なのか止めているからなかなかこの問題が書かれないのかわからないけどまあメディアのなんかもうちょっとやってくれてもいいんじゃないのっていうふうに思ったりしたんですけどなんかその活動しながらそういうそのうん 社会を作っている、まあ、政治、メディア、こういろいろ、市民が接している部分ってあると思うんですけど、なんかそこについて思ったこととか、なんかあるのかなと思って、ちょっとそこら辺聞いてみたいなと思いました。あ、本当に思いましたね。メディアに対しては、その伊藤忠とその3社に対して、署名提出します。それに対ついて記者会見しますっていうふうに、かなりプレスリリースをたくさん送って、 の結構座われるような会場で記者会見をしたんですけど、本当に見事に大手のメディア一個も来なくて、市民ジャーナリストの人とか、まあ、あの、大学の先輩の記者の人とか、か新聞赤旗の人とか、もう本当にそれぐらいしか来なくて、も、ま、う、あ、なんか、ことの重大さとか、 分かってないのかなみたいな。1万5000人署名集まってるけど来ないのかなみたいなのとかも思いました。でもまあその後あの契約破棄、MOU 破棄の報道が出てから私たちが声を上げてたっていうところを拾ってくれたメディアは結構あって、あの実際私に取材をしてくれた人たちもいたんで、まあ そうですねメディアはそういうところが本当にあるなっていうのと、まあ、パレスチナの報道を見てても、なんかどっちもどっちろうみたいなのとか、本当に植民地主義について何も分かってないというところとか、その非対称な関係を分からないで書いてたりとか、そのナラティブを作っているのはメディアなのに、そのナラティブこそが重要なのに、 それを分かんないでやってることが本当に腹立たしいなっていうふうには思ってます。うんそうですよね。ありがとうございます。チーズさんはいかがですか？そうですね。なんかもう本当にやっぱり自分もあの水本さんがおっしゃってたようなそのメディアのなんか戦闘とか紛争とか戦争とかそういう言葉遣いがもうなんか一切絶対 を表現していないでなんかもうまんまプロパガンダをそのまま流しているような状況っていうのは本当におかしいしそれに対しても市民の人はこれが違うっておかしいって言っているのにまだそういう表現を使い続けているっていうのが本当におかしいなと思っているのでこういうなんか今回の MU 破棄の報道とか をこう、気になんかもどんどん、もうか、変わっていってほしいというか、も本当にそれが最低限だし、あの、今すぐに停戦とか解放を進めていく上で大事なのではないかなというふうに思っています。うん、うん、ありがとうございます。いや、本当にそうなんですよね。なんか、うん、いや、でも、本当、なんか、そんな、そんな状況の中でも、なんていうんだろうな。 他のいろんなあらゆる手段、まあ、プロテストするもそうだし、SNS をうまく使うとかもそうだし、っていう中でこう、運動を広げて、なんかこう、ちゃんと実際、ハ棄に持ってったっていうのは、本当にすごいなっていうふうに思うし、活動してくれてありがとうございますっていう気持ちで、私はあのいっぱいなんですけど、ここからちょっと最後に、まあ、明日デモがあるっていうこともそうですし、じゃあこれからは、まあ、どういうことをしていくのかっていうところを、あの、 聞いていきたいなというふうに思います。で、えっと明日2月18日にえっとラファーに手を出すな全国連帯でもということを企画されているということですけど、まず思う会の皆さんがですよね。でまずそのあのデモについてまず説明してもらってもいいですか？あ、そうですね。今本当に状況がやばくてあのさっきメディアに対しては言ったんですけど、日本政府ももう本当にいい加減にしろっていう感じなんですけど停戦、うん 停戦の一言も言えない。どころか、あの、アンルワの資金を停止したっていうのが、これは戦争犯罪に当たるのではないかというふうに見ているんですけど、その、ある特定の,あの集団を、ある一部の人たちの行動を理由に、その懲罰的にあの食料を止めたりとか、 そういうことは集,集団的懲罰、戦争犯罪に当たるはずなので、今ね、日本政府とかアメリカとかがやっていることは、本当にやばいことっていうのを、本当、分かってないのが本当にもう不思議でしょうがない。本当は、そんなことしている場合じゃなくて、イスラエルに対してガンガン制裁をかけていかなきゃいけないし、実際、日本はウクライナに対して、 ウクライナに侵攻したロシアに対して制裁してたのになんでイスラエルに対してしないのかとかそういうのがあるんですけど、うん、と今さらにその状況がやばくなっていてイスラエルはガザ,ガザ地区の、まあ、北部の方から南部に避難しろという避難勧告、まあ、避難という名の強制移動ですけど強制移動も国際法違反にあたるんですけどあの 強制移動していて、それが3回ぐらいその避難勧告出されていて、もうどんどん南に南にっていうふうに強制的に移動させられていて、もう何度もガザの人たちは自分の家を追い出されて、何度も何度も、もう今テント生活をしている人がたくさんいますけど、で、その南に南にっていうふうに、あの、どんどん追い詰められた先、一番 最南,部最南部のラファが今攻撃されています。で、本当にこれはやばくて、もうこれは追放だし、絶滅を意図した、もともとジェノサイドだけどそれ、その段階がもう一個上がってしまうような、そういう最悪の事態が今起こっていて、今もう空爆が始まっていて、一夜にして100人以上が死んだり。 はしているんですけど、それに対してあのラファに手を出すな全国連帯デモということで、あのえっと、18日に、えっと、全国でやろうと思っています。でこれはあのパレスチナ人の人たちも呼びかけていることです。あのさっき BDS の話もちょっとしましたけれども、BDS のパレスチナ民族評議会というところが、 あのパレスチナ市民であの形成されているところなんですけどそこも本当に今ラファーがやばいから世界中の市民に対してこういう行動をしてくれというふうにあのアクション警報を出していてそこには街頭でデモをしてくれとかあの加担している政府とかに対してあの例えばなんか港の封鎖とかそういうことを含むようなアクションを起こしてくれっていうのと イスラエルに対してあの国際的なスポーツの場とかにイスラエルを呼ばないようにうの追い出すようにしてくれるみたいなこととかもあの呼びかけていますでそれの。その呼びかけに応えるような形で私たちは18日にあのデモをやろうと思っていますで。本当に札幌から熊本、沖縄の離島まで、えっと、それぞれ各地で。 やってくれてる人たちがいるのでの、皆さんも本当、自分の家の近くの会場に行ったりとか、もし近くにいなかったら自分でプラカードを持って、駅とかで立ってもいいと思ってますし、本当に今、あの街に出てエラファの攻撃を止めるように、本当に全力でみんな動いてほしいなと思ってますうん、うん。ありがとうございます。このあのデモに関してはあの 思う会のインスタグラムだったりとかを見たら、あのどこで開、えっと、会場があるのかとか、見え、かりますよね。あ、そうですねそういう、そういうふうにしたいと思ってます。やっぱりあの、各地の,あの主催者の SNS を見てもらうのが一番早いと思うんですけど。なんかちょっと自分の地域であるのかっていうのをねあの、とか、どこ行こうかなとか、ちょっともし明日 予定がある、ない人は、というか、できれば、あの、なんだろう、少しでも時間を作って参加してもらえたらいいのかなというふうに思ったりしますが、あの、あどうしてもオフラインで行けないという方は、オンラインでも,もうあのできるので、SNS からでもぜひ声を上げてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうなんか そそもそもまず知らない人が多いから、まずこれを、ね、知ってもらうというところから、もう大事なのかなというふうに思いますが、チーズさん、私,あの私がやっているノイズのジャパンとか、フフィフティーズプロジェクトもその賛同団体に入れさせてもらってるんですけど、チーズさんのところも賛同して、一緒にやるっていうお話されてましたけど、あのなんかこの明日のデモについて、何か言いたいこととかありますか。そうですね、自分も、えっと、賛同団体として、ノーツラインさせてもらって、自分も参加する予定です。 なんかやっぱりデモっていう場に来るとか1分でもいいから立ってみる自分の思っていること虐殺をやめろとか停戦を日本政府は求めろとか自分の思っていることを少しでもあの人の目につくところで出してみるとかあとはデモでみんなが集まった場でみんなが思っていることをあの共有してくれるスピーチっていう機会があるので そういうところで人の声を聞くっていうのが本当に重要だしデモの場に来て勉強できることもあると思うのでぜひ本当に何も躊躇することは必要ないと思うし本当に気軽に少しでも足を運ぶんでほしいなと思っています。 ありがとうございます。で、この,あの2月18日のラファに手を出すな全体、全国連帯デモ以外にも、まあ、これからあのアクションを呼びかけていってってことがあると思うんですけど、あの具体的に呼びかけたいものがあれば教えてもらえればと思いますし、具体的じゃなくても、こういうこれから、その、一刻も早く、まあ、即時停戦で、なんかこの、まあ、即時停戦も大事だし、そもそも、その日本政府の今のスタンスが、なんかその、 すごいイスラエルの表敬訪問受けたりとかなんか全然その今まで割と日本政府ってそのパレスチナ支援してますよしてきていますよっていうところを言ってきているのは結構他の G7 の中とかでもね言ってたのになんかなんて言うんだろうでもあ意外と本当にびっくりするくらいにイスラエルにすり寄ったじゃないですけどあの そういうまあアメリカの顔を見ているのかもしれないけどそういう態度だったりするのかなというふうに思うんですけどなんかどういう今後動きを呼びかけていきたいかというところをお伺いしたいなと思いますまず皆本さんはいかがでしょうかあそうですね本当にやることがいっぱいあって私たちも,もう何から手をつけていいのかわからないみたいなところもあるんですけど、まあ、まずもうアンルあの資金教室停止はありえないっていうふうにさっき言ったんですけどそれも、はい あるしあ,のあと、ガザに日本政府は政府でお金を出して学校とか部員とか建ててるんですよねで。そこは実際イスラエルの空爆であの壊されたりしているっていうところでそ。それは日本政府としては起こるべきところなはずですよね。で、ベルギーかどっかの国があのあのガザになんか建物を持っていって、そこはあの破壊されたときに、 あの、大使を確か召喚したみたいな措置をとっていたので、本当だったら、そんな日本政府が作ったところを壊されたら、あの、大使を追放したりとかしていい,い,いはずなんですけど、もうそれをや,やってないのは変な話だと思いますし、まず停戦しないといけないっていうのはもちろんそうなので、あの、 国会議員に対しても働きかけをしなきゃいけないし、あとは停戦した後がやっぱ問題ですよね。さっきあの、今何が起こっているのかっていう冒頭の話でガザの話しかできなかったんですけど、西岸でも結構やばいことが起きていて、これはずっとやばいんですけど、あのなんか子供が逮捕される国なん,なんですよね。そのイスラエル によって本当に何もしない市民とかがイチャモンをつけられて勝手に投獄される。でそれはあの法律的にはあの不当な逮捕であり人質なので本当にそういう人質が1万人ぐらいイスラエルの軍の刑務所に入れられているというふうに言われててでもそれもあの人質は解放されなければいけないしそもそも の西岸でパレスチナの,あの土地であるはずのところにあの食い込むような形でアパルテヘイトボールっていう分離壁が建てられていて本当に西岸のパレスチナ人は自分の家から本当すぐそばにすぐそこにあるはずの場所にもそのチェックポイントっていう検問所を通らないと遠回りしていかないといけないっていう。 でそれがもう何時間も並ばないとそこを通れないみたいなで。しかもその検問所には銃を持ったイスラエル兵が立っていて、下手したら殺されるかもしれないっていうような状況の中で、もうそれが日常なんですよね。で、それは本当に終わらせなければいけない。もともと終わらせなければいけないものだった。虐殺が起こっていない時からずっとそうだったんだっていう、75年間そういう状態でパレシナ人は生きてきたんだっていうところを。で、それは あの、停戦した後も、あの、やらなければいけないことなので、の南アフリカがアパルテヘイトを終わらせたように、イスラエルもアパルテヘイトを終わらせなきゃいけないで。これは本当に、あの、2004年にこのアパルテヘイトウォールっていうのは、国際司法裁判所で違法判決が出てるんですよね。でも、誰も、国際社会も誰もイスラエルを処罰してない、不処罰の 伝統がずっと続いている中で、パレスチナ人の市民がやっぱりやるしかないということで、BDS 運動が呼びかけられているっていう文脈があって、でそれの,あの日本版として、やっぱり伊藤忠とかのキャンペーンがあったので、やっぱりその BDS にちゃんと応答していく、停戦した後も、もうずっと BDS はパレスチナが解放されるまでやらなきゃいけないことだっていうふうに、みんなに本当に覚えている。 置いしいいいててほほしあ停しししたたからもう平和ににななっっんだって絶対に思わないでしいですで今本当にガザではもう何十パーセントの家屋が破壊されてるからもう人が住めない状況になっています。でこれはドミサイドって言われていてもう住宅に対する大量破壊っていうふうに言われていますで。本当に家を壊されるってどういうことなのかとかはもうなんかもう想像でする ようなこと。で、もう家族全員殺されたみたいな孤児とかが本当にたくさんいる中で、その後どうやって生きていくのかっていうところを訂正したから平和になるわけじゃないっていうのを本当に忘れないでほしいし、私たちはその手を緩めてはいけないし、ずっと運動を続けていかなければいけないっていうふうに思っています。なので続けていくと思います。うん ありがとうございますいや本当になんかまずは停戦だしその先もあの関わり続けるというかそのちゃんと見続けるやっぱりニュースになっている時は起きている問題と認識できるけどそれが終わったら終わった問題なんだっていう風にね思ってしまいがちなのでなんかそこはねあの本当関わり続け ける関心、持ち続ける、動き続けるっていうことができたらいいのかなと思います。チーズさんは、なんかこういうアクションを呼びかけていきたいというところとかありますか？はい、ありがとうございます。と、やっぱり私は学生とか、えっと、学校に関わる人間、そして声を上げていく責任があると思っています。で、ティアノは、えっとガ、ガザの大学はもう本当にすべて爆撃されて、解されています。 パレスチナ人のジャーナリストの方が、えー、と自分の卒業した大学の、えー、と自分が卒業した時の写真校舎の前で笑顔で写真を撮っているものと,、えー、とその同じ大学の校舎を破壊してその後にイスラエルの兵士が、えー、とみんなであの集合写真を撮っている写真っていうのを並べて投稿されていたのを見て。 なんかもうその時に自分はこれはもう本当になんかもう言葉にできないぐらい許してはいけないことっていうふうに思ってなのでえっ、ー、と自分と同じ気持ちのこの大学生とかも言っていたことなんですけれどもそれがザの大学が破壊されて 若い人とか学生、子供たちの教育の機会が今奪われているっていう事実を踏まえても全ての学校とか日本にある大学とか学術機関っていうのは全部ガザーの虐殺についての,あの公式なステートメントを出すべきだと思っています。そういうふうにあの一つ一つの学校が、えーと とか学生が、えー、と今の状況を許さないということをしっかり表現していく、声に出していくことが重要だと思っています。それが多分大きなうねりを生んでいくと思うので、本当に一つ一つ、一人一人、一つ一つの場所というものが声を上げることが必要だと思っています。で、あと、えー、パレスチナの中でボイコットに関連すると,、えー、と、文化的、学術的ボイコット、パクビーというものも呼びかけられています。 イスラエルの学術機関とか大学っていうものの研究とか開発っていうのがもう本当に直接的にパドレスチナでの虐殺とか人権侵害にものすごく加担している直結している問題なので例えば日本にある大学でイスラエルの大学と協定を結んでいるところがあったらもうそれは破棄するしかないとかそういった文化的学術的ボイコット という面でも、えー、と学生とか学校関係者というのは声を上げていかないといけないです。あとは、えー、と他の大学生とかともやり取りする中で学内でデモをしたり学内で停戦を呼びかけるポスターとかビラを貼ったりとかあとは縦看板を立てたりとかそういうこともやっていってあの本当にみんなが自発的に声を出していきたいねということは。 思っていますので、もしこれを見ている方で、大学とか学校に関わっている人がいたら、ぜひ声を上げていただきたいです。最近だと、えっと、14日の、えっとえっと、広島の、えっと、英心中学高等学校さんが、生徒さんたちが、えっと、みんなであのアクションをされていたと思うので、ぜひあの私たちもあのそれぞれの場所で行動をずっと続けていきたいと思っています。 ありがとうございますい。本当そうなんですよね。あの、私も高校、広島の高校で、あの、ストップジェノサイド・イン・ガザっていうのキャンドルで校庭に作って、あの、全校生、生徒会が呼びかけたみたいなのを見て、なんかこう、一つ、本当、なんか、微力だけど無力じゃないというか、なんか、直接何か素晴らしい一手で、 虐殺が止まるのは多分もう止まっていて、そうではなくて、たくさんの人の無関心で、ただ許されてきているのかなっていうふうに思うんで、なんかそういう動きをいろんな人たちがいろんな場所で作っていけるっていうことが、あの大事なんだろうなと思いました。ありがとうございます。じゃあちょっとここで、まあ最後になるんですけど、よかったら、まあ今ね、あの、話してくれて、こういうこともできる、ああいうこともできるっていうのが、あの、もうまさになんか見てる人たちへのメッセージだったかなというふうにも思いつつ、なんか。あ。の最後にあの伝えたいことというか。 呼びかけたいこととかがあればメッセージをもらえたらなと思っています。じゃあ最初また源さんからでいいでしょうか。なんかうんそうですね。あの本当に自分のいる場所からできることからとにかく全部やってほしくてでこれはあのガザーのパレスチナ人の人たちが自分の本当に家族とか友達とかが殺されて もう肉片になって脳みそが出ていて内臓が飛び散っているような映像をもう本当に絶望しながらそれを世界に見せて発信して投稿しているのはなぜなのかということを考えたらこれを見て行動してくれって言っているわけですよねこれを止めてくれっていうふうにこのなんかもう悪夢を止めてほしいからもう見せて 見たくもないはずだし見たくもないはずのものをもうその痛みを引き受けて私たちに見せているということをなんかそれに対して私たち応答しなきゃいけないその応答責任がものすごくあるというふうに思っていますいや私たちはあのグローバルいわゆるグローバルノースに生きていてでなんかファミリーマで買い物をしたら そこの50%株主が伊藤中で、で伊藤中の100%子会社がエルビットと協力していて、実は虐殺に加担しているみたいなことが、本当に簡単に起こり得るような環境で生きているっていう。そこからは逃れられないで生きているっていうこと。もうただコンビニで買い物しただけとか、ただなんか、あの、 レモンサワーを買っただけで、そのレモンが実はイスラエルの入植地で作られている。パレシナ人を抑圧して、あの作られたレモンの果汁が入っているみたいなことが普通に起こる、起こりうるようなところで生きている。で、その中で、なんか、そうやって生きている人としての責任とか自分の立場とかを考えたら、 何もせずにはいられないというふうに思うんですよね。なんか本当に植民地主義っていうものがこの世界に今目の前にあるっていうことをパレシナ人の人たちが見せているっていう状況に過去に、というか今もですけど植民地支配を行ってきたその日本の市民としてもそうだし なんか沖縄にずっと基地負担をし,している本土の人たちとし,本土の人としても,も本当に同じようなことがずっと世界のいろんなところで起きている中でそこに目をそらしてはいけないというふうに思っています。なので本当に、うん、自分たちの責任とか自分たちの生活が本当に深くそういう 虐殺とか抑圧とかアパルトヘイトみたいなところに本当に加担しているんだっていう。加担したまま無関心でいたら本当に手が汚れたまま何を何もしないで生きていってしまうんだみたいなことを実感しているので、なんかそれを分かってくれる人がもっと増えて、 もう自分が行動する必然性を理解してもう自分の頭で考えて自分でデモをしてもいいと思いますしで自分のいる場所から本当に何か変化をもたらすようなことをみんなの力でやっていくべきだしやっていきたいなというふうに思っているので本当に皆さんの力を貸してほしいと思いますし一緒にやって いありがとうございます本当んだろうないつ,いつも思うんですよね源さんたちに任せておいちゃいけないなじゃないけどその全部企画してもらうまずでも企画してくれている、まあ、例えば明日のでもそうだしいろんなものにまず参加するっていうのが第一ステップだけどなんかそれでその後じゃあ もっとその先、自分は何ができるかというのを考えるっていう風になってたらいいなと聞いていて思いました。ありがとうございます。チーズさんはいかがでしょうか？なんかいい残したこととか、何か伝えたいことがあればお願いします。そうですね。なんかやっぱり自分の、なんか就活生としてのアクションとか、大学生としてのアクションっていうところとかもそうですけど、なんか本当に一人一人が自分の立場とか、自分の持っている特権を本当に使って。 精いっぱいの力でうん、あのこの事態を止めるために動いていくことが必要だと思っているのでなんか改めて自分のこととか自分と周りのことについて考えた上でなんかこう効果的な方法が絶対あると思うのでなんかみんなで考えながら動いていければいいなと思ってるし自分もあのどんどん自分から主体的に動いてもう本当にずっとあの動いていて。 いいていけないいなと思っていますありがとうございます。ということであのいろいろお話を聞いてきましたしやっぱりなんだろうな、うん、その、ね、見ている人たちの中でも皆さんあそれぞれ生活の状況だったりあると思うんですけどあのそうなんか少しでもなんかこういう人たち が呼びかけてるんだっていうところがねなかなかあの文字媒体だけだと伝わらないかなとも思ったのでなんかこう伝わってそれこそ明日のでもそれ以降のデモでもでもお会いできたらいいのかなというふうに思います。本当にあのお時間頂い,いてありがとうございました。ありがとうございました。えっと、えっと、本日のポリタス TV はここまでになります、えー。明日の午後7時から放送がまたあります。 えー、皆さん、視聴ありがとうございました。また、お目にかかりましょう。